終電論破。はい、こんにちは、レトルトと申します。今回はフリーゲーム終電論破という、謎のゲームをやっていきたいと思います。ちょっと弾丸的な感じのタイトルをしてるけども、なんかね、肉食系女子が、あー私ちょっと終電なくなっちゃった、帰れないかもみたいなこと言ってくるらしいんだけど、それを時刻表を一生懸命調べて、あ、終電まだありますよ、早く帰ってくださいって言って超草食系男子の話なのかな。ちょっとやっていきましょう。面白そうだよ、論破すんだよな。ステージが5個あんのか。この子か、この子が終電なくなっちゃってって言うのに帰らすの、バカじゃないのこいつは。ねえ、スウェゼン食わねばなんとやらですよ。世界は2種類の人間に仕分けることができる、勝ち組と負け組だ。それは対極的なところから局所的なところまで、どこにでも付きまとう社会の真理。俺はどっちなんだろうな。頭脳、容姿、血縁、身体能力、給与、地位、才能、エトセトラ、様々な要素が至極単純に誰かと比較され、誰かの思うままに、勝者と敗者が決定される。めっちゃかっこいい文章だな。例えばそう、こんなくだらない合コン帰りの一幕でも、あ、いいじゃんいいじゃん、なんかちょっとさ、スーツ着ててさ、なんかいい感じの OL じゃないですか。あー楽しかった。こういうのって普段の女子会と違って、全然、いや、すごく気分がハイになるんですよねなんでハイ英語で書いた、みずほちゃん、市ヶ谷。ほとんど面識のない女が上機嫌に喋る、その背の先にいるのは俺ではなく、あ、装飾系男子じゃなくて、あれか、横での行いを俺が邪魔するっていう話か俺のポジション悲しいな。そんな風に楽しんでもらえたならよかった。女の隣を歩くこの男、こいつとは一応ながら大学で同じゼミに所属しているが、その程度の交友関係。一方の俺はというと、二人の後ろをただ黙って歩いていた。ゼミの親睦会だと聞かされて来てみたはいいものの、店に着くなり始まったのは他ゼミの女どもとの合コン、合同コンパ、通称合コン。合同コンパっていうんだ、あの合コンの略って。遊び慣れた連中に囲まれた状況で、数合わせに過ぎない俺の存在など、その場の空気未満。あー、もう完全に無視されていたと。俺もそれほど場数は踏んでないから断言できないけど、異性同士の遊びには花があるよね。寄り添う女の子が引き立つっていうか、お前絶対合コンばっかしてんだろ、お前嘘つけ。コンプマークでかい。それはもう男性陣の皆さんが盛り上げ上手でしたもん、嫌でも引き立っちゃいますよ。あれ、嫌だった？うん、全然そんなことないです。むしろ気分が上がりすぎちゃって、変なこと言っちゃってなければいいんですけど。お前お持ち帰りされんのか、お前とんでもないな、早く家帰れ。大丈夫だって、そんぐらい、逆にちょっとぐらい変な子の方がポイント高いよ。どうなんだろう。まあでも変わった子だと逆になんか目が行くみたいなのあんのかな。そうなんですか？っていうか私変な子でした？さあどうだったかな。会社帰りの OL じゃなかったんだな、この人。もうはぐらかさないでくださいよ。横に俺いるんだけど、一切俺と話してくれないな、こいつ。ごめんごめん、大丈夫、変な子じゃなかったよ。うん、どちらかというと普通の女の子って感じだったかな。本当ですか？赤羽が俺側だったらいいのに。俺女の子に嘘つかないし。嘘つけや、お前。怪しいな。でも今日は気分がいいので信じちゃいます。俺が関わってないと途端この会話がくだらなくてつまらない会話に聞こえるな。もう読んでやらないわ俺音読をしてやらないぞ俺は。もうこれ実況放棄。あ、肝心な嘘を訂正し忘れてるな。何のことですか？俺、君のこと普通の女の子って言ったじゃん。あれ嘘。お？そうじゃなくて、本当はさ、普通じゃないくらい可愛い女の子だって思ってる。うわ、落としに行ったぞ。どうせワンナイト、ね、ワンナイトフォーエバー、フィーバーなんでしょ、どうせ。分かってますよ、僕。一夜なんですよ。捨てられちゃいますよ、あなた。信じてほしいな。嫌です、家に帰ってやれ。これたとえそれが嘘でもちょっと嬉しかったです、そう言ってもらえて。そんなこと言われると俺も照れちゃうな。けどさ、楽しめたのならみずほちゃんも三次会へ来たかったんじゃないの？それはそうなんですけど、でも赤羽さんは不参加だっていうし、これ以上遅くなると終電なくなっちゃいますしね。あとあなたも、あとね、あと俺、アンド俺、
まるで茶番劇のような会話を繰り返した後、思い出されたように付け足される俺の存在、ちょっと一歩ぐらい下がって、なんか俺ついていってんだろうな。昭和のいい奥さんですよ俺は。一瞬向けられた視線もどこか戸惑い混じりで薄ら寒い。あれ、みぞちゃんの家ってどうだっけ。ちょっとここからだと遠くて、最寄りは荒俣駅です。女が口にしたのは地元の人間には馴染み深いが、この場所からだとすると相応の距離を有する駅の名前。遠いんだね。遠いな。常に結構遅い時間だけど大丈夫。あ、今ってそんなに時間が経っちゃったんですか。やば、終電間に合わないかも。終電間に合わなくても近所の駅まで行ってそこからタクシーで帰ろお前。時刻を確認した女は浮かない表情の中に何かを期待する類の色を含んだ瞳を男に向ける。その意図するところが誰の目にも見えすぎていて非常に不愉快だ。俺が送って、俺が相手してやろう。俺がね、終電ちょっと足りないんだ、時間ね、暇じゃないですか。俺の家大丈夫よ現在は。なるほど、もうこんな時間か。確かにこれでは終電を逃していそうだが、果たして本当にそうか。それは困ったな。もしよかったんだけど、よかったらなんだけど、俺の部屋に来る？ここから割と近くて2駅、隣のアパートなんだけどさ。さすがにそこまでしていただくわけには。だよな、いきなり一人暮らしをしている男の部屋は抵抗あるよな。言葉とは裏腹に、あまりにも程度の軽い駆け引き。女は困ったふりをして相手の心を探り、男も心配するふりをしてその探りに乗っかる。さっきまでの茶番劇の方がまだマシと思えるほどの下世話のコミュニケーション。その見てるだけで嫌悪感を吐き出しそうになる。それを女は実に思わせぶりな態度でさらに続きようとする。他に方法あんだろお前。あ、かっこいい反論。残念、それは違うな。急に喋り出してきたぞこいつ。耐えきれず俺の出した答えはいいな。頭の悪い会話も無意味な駆け引きも刹那的な快楽も全てが違う。こんな浅はかな不純異性行為が許される道理はない。そらお前モテんわ。それってどういう意味ですか。畳向けられた下船な視線に今度は冷然と言葉を返してやる。まだ終電には間に合うと俺はそう言っている。適当なこと言わないでほしいんですけど。話し合いは時間の無駄だ。論より証拠。ちょうどここに各路線の時刻表がある。お前時刻表持ち歩いてんのか。なんでそんなもん持ち歩いてんだよ。単なる趣味だ。それより時間がない。とにかく今から俺がこの時刻表を使って彼女はまだ終電に間に合うということを証明してやるよ。お前液炭とかさ乗り換えんない、使えよお前スマホでさ。お前らも持ってんだろ二人とも。さあ宴の終着駅に1名様ご案内だ。どうやんのこれ。難しい。なになにこれを見て現在米田駅、俺時刻表なんか見たことねえよ。現在米田駅22時25分でしょ。米田発が22時、ここにこれはもう間に合わないから21時51分があって、なんか押せるな。21時51分な。21時は過ぎてるな。違う、戻して。これじゃなかった。米田発なんで23時6分のやつで、あらまたもうダメだな。間に合わないな。難しい。乗せんずは押せないの。はい、ここから荒俣北進線ってとこらしいね。確認画面って何。難しい、全然わかんない。乗り換えんない、つかしてよ。ちょっと待って、戻る。違うなこれ、戻らなきゃダメだな。こんな難しいゲームだと。米田から22時29分でしょ。これで一回内島に行ってもらって、で牛島には今のだと35分でついてるわけじゃん。でここで上りに乗り換えて牛島から22時37分の電車に乗れば
と荒俣には直接行けないから23時に着いてで、待って路線図でここにいんだよな。で溝筋発の電車がこれだあ、ちゃうわ、荒俣レってなんだろう、レってここで23時、今どれに着いた、これか、着いたから23時3分になって、荒俣にこれで着くみたいな。あれちょっと多いぞあれさっきのでいいんじゃないの、これ4、これいらないな、なんだこれ、削除ってないの、削除って、あったあったあった、ちょっと待って、これなんかいらんのが先にやったやつが入っちゃってんだ、これ。なるほど、やり方上がった、やり方上がった。一番初め、今いる場所の米田駅から、下って牛島に降りて、逆に戻るんだよね。で、戻ることによって特急的なに乗れて、牛島駅から、このなんだ、尺可動駅でいいのかな、何可動駅か分かんないけどに28分にこう着いて、次は37分の電車に乗って23時の電車に乗るでしょ、これ乗り換え間に合うか分かんないけど、こっから、ホームでこれで行くと、よし、初めて時刻表読めた、論破。どうだ、このルートをたどればまだ時間は十分に間に合うだろう。時刻表をなぞる俺の指が行き着いた答えは、それを追っていた2人の視線が重なり合うめっちゃ空気読めてないだろうな、これ超嫌われるだろうな。あー確かにそうみたいだな。でもちょっと乗り換えとかよくわかんないしそうか、それなら俺が怒り届けてやろう。幸い最後の乗り換えまで俺も同じ路線を通るからな。うまいぞ。そして逆に俺がお持ち帰り。そうなんですか。俺の建設的な提案に、それでも女は何かを迷うように口ごもる。おかしな話だよな、終電間に合わなくて帰れないのに、終電ね、間に合うなら帰った方がいいじゃんね。どうやらこの女、相当にこの男のことが気に入ったらしい。出会って即日お持ち帰り希望の女子大生か、まるで脳内お花畑だな、少子。俺はバカげたその思考を言葉に変えて、ことさら親切に遠回しな忠告を付け加えてやる。あ、それとも理由なくもその男の家に泊まるのか。俺のしてることが余計な気遣いだったとしたらすまないな。気が回らなくて。お軽い女みたいに見られちゃうよこのままだと。いえ、そんなことないです。帰れるならその方がありがたいです。はい。その意思表示で事の成り行きは決まった。そうだよな、俺のこそ余計な気を回して悪かったな後で赤羽に嫌われんぞ、口聞いてもらえないぞお前主人公。いえ、心配していただいてありがとうございました。その嬉しかったです。そっか、また時間があるときにお誘いしてみるよ。あ、結局別日で終わっちゃいそう。俺を混ぜずにね俺がいない場所でね。あんまり悠長にしてると本当に終電を逃すぞ。さあ行くぞ。俺は飽きるほど聞かされた桃色トークに歯止めをかけ、丁寧に折りたたんだ時刻表を上着の内ポケットに しまい込む。それが終焉の合図。楽しい宴は終わり、深い闇の帳が降りるお前かっこいいこと言ってるけど、お前やってること超やばいぞお前。女は最後に名残のにじむ視線を、男に投げて、ようやく俺の方にその向きを変えた。それじゃあお言葉に甘えて送ってください。よろしくお願いします。そう心配しなくていい。この辺りの乗り換え事情は完全に把握している何の問題もなく送り届けてやるよ。はい、ありがとうございます。内心舌落ちだの、ま、舌落ちまみれだろうな終わったけども、終わったけども、はい、ということで、いや結構難しかった、普通に時間かかっちゃったけど面白かったねこれ多分ね、あの遅延情報とか右に書いてあったんで、遅延したりとか乗り換えしたりとか、なんか駅のホームが遠かったりとかいろいろありそうなんで、もう俺には無理だね。ね、乗り換え案内というかあれですよ、あのヤフー路線案内ばっか見てる僕にはちょっとかなり難しいゲームだったけどね、なんか面白そうね、面白いゲーム見つけたのでやってみました。いかがだったでしょうか。ということでね、ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、終電にはしっかり気をつけてしっかり帰ってくださいね。終電間に合わないのにね、帰らないなんてことないようによろしくお願いします。よければ高評価ボタンを押してってね。ご視聴ありがとうございました。終電論破でした。
レトルトさーん。